霊夢、お盆休みは何かしたのか？別に何もしてないわよ。家でゲーム三昧よね。今は無料で遊べるものが多いから暇つぶしには最適よ。そもそも、霊夢って普段からサボってるじゃないか。あら、失礼ね。こう見えてもお賽銭が入ってるか、毎日確認しているわよ。おい、白霊神社なんて誰も来ないだろう。そういう、マリサは何してるのよ。私は薬草を積んでポーション作りとかしてる。何？その異世界ファンタジーっぽい行動。私は普通の魔法使いなんだが、ほうきで空だって飛べるんだぜ。霊夢。神社に誰も来なくても、お掃除や、水巻き、巻き割りとかやることあるでしょ。そうよね。マリサ、魔法で済ませてよ。そんな便利な魔法は覚えてないんだぜ。全く使えない魔法使いよね。まさか、ここまでダメ出しされるとは。てか、霊夢。自分のやるべきことをしつけるんじゃない。ほら、さっさと始めてくれ。わかったわ。では、タイトルを読むわね。韓国、上半期103兆ウォンの、財政赤字、来年の支出増加率 3% で、検討。では、記事のツッコミを読むわよ。韓国、世間ではお盆休みであるのだが、そのお盆の最中に、大きな2つのイベントが起きている。一つは日本の岸田総理が、次の自民党の総裁選を、立候補しないと表明したことで、日本も総理大臣交代が、確実となった。まあ、これについてはいろいろと思うことはあるがとりあえずお疲れ様ということだ。だが、日韓通貨スワップ100億ドル締結と、韓国をホワイト国に、復帰させたことは生涯の、黒歴史としてこちらは胸に、刻んでおくからな。この先、岸田総理が辞めた後に、おそらく大した影響力もないまま、議員活動を続けていくのだろうが、そんな未来の話はどうでもいい。大事なのは岸田総理が辞めることで、日本経済や日経平均株価に、どう影響してくるかってことだ。この場合、新総理が誰になるかで大きく、変化するので、総裁選に誰が出るのか、決まらないうちは、わからないというか、推薦20人を集めるのは難しいんだよな。なんで候補が絞れてから考えてもいいと思われる。どうせ我々には選択肢はない。大統領選挙みたいに選べるならいいのだが、日本の民主主義ではそれはできないルールがある。まあ、日本の総理の交代は重要な経済の話題なので軽く取り上げておいたが、もう辞める総理のニュースなんて確認しなくていいよな。ソースはそこら中にあるしな。では、それぐらいにして二つ目に行こう。もちろん、米 CPI 発表である。先日、7月の生産者物価指数が、発表されて予想より上昇が、低く9月の利下げ観測が、高まった。そして、CPI はどうなったのか。ああ、これもう9月の利下げが確定かもしれない。数値を見ればそんな感じだが、今後、岸田総理が辞めるよりも、こちらのニュースは確認しておかないとな。では、記事を引用しよう。ニャス姫、お願い。わかりましたわ。読んでいきますわね。ワシントン、14日、ロイター。米労働省が14日発表した7月の消費者。物価指数 CPI は、前月比 0.2% 上昇し、6月の 0.1% 低下から反転した。前年比では 2.9% 上昇し、伸びは前月の 3.0% から鈍化。前年比上昇率は2021年3月以来、初めて 3% を下回った。ロイターがまとめたエコノミスト予想は、前月比 0.2% 上昇、前年比 3.0% 上昇だった。変動の大きい食品とエネルギー成分を除くコア CPI は、前月比 0.2% 上昇。6月は 0.1% 上昇していた。前年比では 3.2% 上昇と、伸びは前月の 3.3% から縮小し、21年4月以来の低水準となった。エコノミスト予想は、前月比が 0.2% 上昇、前年比が 3.2% 上昇だった。9月の 0.25% ポイント利下げ観測高まる。前日に発表された7月の卸売物価指数 PPI も伸びが鈍化。インフレが確実に下降傾向に戻ったことが示唆された。
米連邦準備理事会 FRB が来月に利下げを実施するとの観測に変わりはないが、インフレ率は FRB が目標とする 2% をなお上回っているため、労働市場が悪化しない限り、9月に 0.50% ポイントの大幅利下げが決定される公算は小さいと見られている。ニュースは以上。霊夢、あとはお願いね。ありがとう。続きを読むわよ。まあ、このように3年半ぶりに 3% 以下ということで、これは確実に物価が下がっている傾向だ。だから、9月の利下げだろうと。ここまではいいんだが、利率はどうなのかと。こちらは 0.25% だと考えている。確かに 2.9% まで下がったが、目標の 2% はまだまだ遠いんだよな。だから、0.5% も一気に下げることはないと。ただ、気になるのは原油価格高騰だ。現在は77ドルまで下がってるが、イランが大規模報復攻撃をするなら確実に上がる。今週中とか述べているが、その変数がどうなるかでアメリカの CPI にも影響してくるので8月や9月に物価を押し上げる可能性がある。では、金融ニュースはこれぐらいにして本題に入ろうか。まず、岸田総理が辞めたことで日韓関係がどうなるかというのは、こちらの関心事である。それは次の首相が韓国の対応をどう考えているかという問題もあるのだが、韓国メディアは岸田総理が総裁選を辞退したニュースを速報で取り扱っていた。韓国に甘い総理だから土下座外交していればよかったものな。まずは日韓関係ニュースについて見ていこうか。ソウル時事韓国のユン・ソンニョル大統領は自民党総裁選への不出馬を表明した。岸田文雄首相と信頼関係を構築し、日韓関係の改善を進めてきた。国交正常化60周年の節目を来年に控え、韓国は日本の首相が交代しても、協力強化の基調を維持したい考えだ。韓国メディアは、岸田首相の総裁選不出馬を速報で伝えた。連合ニュースは政権支持率が、危機水準の 10-20% 台にとどまり、党内外から退陣の圧力を受けてきたと紹介。有刊誌、文化日報は、バイデン米大統領の再選出馬自体に続き岸田首相が、退けば、日米韓協力への悪影響が懸念されると指摘した。ユン氏は、岸田首相について互いに信頼していると語り、関係改善を導いてきた。7月の佐渡島佐渡の金山、新潟県佐渡市の世界文化遺産登録では、朝鮮半島出身者に関する展示を現地に設けることを条件に韓国が同意した。両首脳は、国交正常化60周年に合わせて協力強化を目指すことで一致していた。韓国外務省関係者は60周年を関係飛躍の契機にする計画だと説明。首相が交代しても両国関係の前向きな流れが続くよう努力していきたいと強調した。ニュースは以上。すげえよな。ここまで岸田総理はユン氏に騙されて徴用工問題では韓国に資産現金化されながら互いに信頼しているそうだぞ。しかも60周年に合わせて協力強化？そんなことしなくていいぞ。結構だ。ノーセンキューだ。韓国とは関わらない。教えない。助けないという三原則を守らないと、直ちに法則が発動するぞ。岸田総理の支持率低迷が、韓国に甘い対応しているから保守派層にも、見捨てられたと理解してないんだろうか。そのユン氏も実は野党が弾劾に動いているので、あと、3年も大統領でいられるかどうかは知らないがな。すでに韓国の国会は野党が独裁しているので、ユン氏が何をしようが野党がすぐにひっくり返す。支持率も3割程度で低迷しているからな。では、ネットのツッコミを見ておくか。1、退陣する相手に媚びを売っても意味はねえよ。2、竹島海域で海底調査やっててこれだ。3、冗談も大概にな。次の政権では韓国はガン無視だよ。4、ここんとこ、地裁レベルで、徴用工裁判で、日本企業への、
賠償判決が複数連発してる。今までの訴訟などでは出て、来なかった企業までターゲットにどんどん追加されてる。5、多分アメリカの命令だろうけど、日韓関係ではほんと、余計なことしかしなかったなこいつ。6、岸田が売国で無能すぎるから韓国も、岸田が相手なら、何でもできるはずと攻勢を、強めてる感があるんだよな。安倍総理の時に韓国は新さんを、舐めただろうから。7、ユンは国民に叩かれながらも、日本にすり寄ったのに。岸田が辞めて努力が水の、泡だったな。8、竹島仏像返したのか、慰安婦捏造認めて謝罪し慰安婦像撤去したのか、徴用工判決破棄したのか、レーダー照射認めずやむやに。すべて韓国が起こしたごたごたで、解決もせずに日韓友好なんかあるわけもない。9、韓国が自発的に、離反するならその通りなのだが、韓国は、日本に責任転嫁するので、結局日本人に犠牲を、強いることになる。韓国の欺瞞を暴けばそれを、回避できるし事実そうしてきたのだが、結果として韓国が急激な少子化で、弱体化してご覧のありさまだよ。韓国にももう時間はないのだ。10、韓国必死やな。不動産 PF の崩壊ももうすぐだし大変よね。以上の10個だ。なるほど。確かに次の総理次第では日韓関係がそのまま終了する可能性があるのか。しかも、アメリカも大統領が変わるので、韓国に甘い大統領になるとは限らない。トランプ氏なら確実に韓国には厳しい大統領だ。ハリス氏については謎だらけである。彼女の外交姿勢とか、出てこないからな。トランプ氏はガザ情勢を、解決しようといろいろ動いているんだが。まあ、まだ現役でバイデン氏がいるからハリス氏は動きにくいのか。単に民主党の傀儡なのか。日本の次期総理とアメリカの、次期総理。読めない変数が多すぎるな。それで韓国にもう時間がない。確かにその通りだ。韓国は低成長時代の、泥沼に足を踏み入れた。もう、3% 成長もできない。頑張って 2% 前後である。そもそもこれから少子高齢化社会に、突入していくのだから、韓国に希望なんてないよな。韓国企業は海外に、拠点や工場を構えて、韓国には本社を置いてるだけ。韓国の製造業は高齢者と外国人が、支えている現実。若者は製造業を嫌っている。そもそも、家計も企業も自営業も国家も多額の、債務でどうしようもない状態だ。韓国の輸出が昨年は不調だったこともあり、韓国は昨年から税収不足で、悩まされている。その税収不足の半年間の、合計が出てきた。どうやら100兆ウォンを、超えたらしい。つまり、日本円で11兆円ぐらいか。やばいな。これ、まあ、これだけの財政赤字を抱えて、すでに国家債務は1100兆ウォンだったか。あれ？来年は1200兆ウォンですか。上半期で100兆ウォンだから、下半期は半分に抑えても、150兆ウォンだよな。そろそろ経済破綻だけではなく国家、破綻が見えてきているんじゃないか。こちらは韓国経済を見取るのを、ライフワークしているが、国家破綻まで別に見取ろうとは思ってないぞ。しかし、この財政赤字はやばい。今年も内需崩壊しているので、いくらサムスンでんし。八重洲系ハイニックスが税金を、払っても税収不足だろうな。増え続ける国家債務。韓国さんの手足はがんじがらめ状態ですが、一体、どうするんですかね。赤字国債すりたくないからと、官銀から金を借りても費用対効果は少ないぞ。では、記事を引用しよう。マリサ、あとはお願い。おう、最後まで読むぜ。今年上半期、韓国の財政赤字が100兆ウォン約10兆8260億円を超えた。新型コロナウイルス感染症に対する緊急災難支援金の執行で支出が大きく、膨らんだ2020年110兆5000億ウォン以降、2番目の規模だ。政府支出は増えるが企業の業績悪化で、法人税納付実績が大幅に減った影響だ。来年度の予算案を編成中の韓国政府は総支出増加率を当初予定されていた。
4.2% より低い 3% 台以下に、低める方向を検討しているという。2年連続で税収欠損が、有力視されている状況で、緊縮の方向で、引き続き健全財政基調を、守っていこうとの趣旨だ。14日、韓国企画財政部が発表した月間財政動向8月号によると、上半期の政府総収入は296兆ウォンで、1年前に比べて3000億ウォンほど、減った。反面、総支出は同じ期間に10兆3000億ウォン増となる、371兆9000億ウォンを、記録した。昨年は総収入マイナス38兆1000億ウォンと、総支出マイナス57兆7000億ウォンが、共に減ったが、今年は収入は減って、支出は大きく増えた。総収入から総支出を、引いた統合財政収支は76兆ウォンの、赤字を記録した。統合財政収支から社会保障正規金数値の、黒字を差し引くと、実質的な財政を、示す管理財政収支赤字は103兆4000億ウォンと、集計された。上半期の管理財政収支赤字幅が、100兆ウォンを超えたのは今回が、3度目だ。2020年110兆5000億ウォンと、2022年、101兆9000億ウォン以降、2年ぶりとなる。今年の政府の年間管理財政収支予想赤字規模91兆6000億ウォンよりも、11兆8000億ウォン多い。国の懐事情が予想よりも、悪化したのは税収欠損の、影響が大きかった。1から6月の国税収入は168兆6000億ウォンで、昨年より10兆ウォン減った。付加価値税5兆6000億ウォンと、所得税2000億ウォンの、税収は増えたが、企業の業績悪化により減った法人税マイナス16兆1000億ウォンの、減少幅を、相殺できなかった。年間計画に対する徴収実績を、表す総収入振動率は 48.3% にとどまった。政府は下半期になれば状況が、今よりも好転すると見通している。企画財政部財政健全性課の、潘樹飛課長は6月は主要債務のうち、回収できるものがなく赤字幅が、大きいとし通常、管理財政収支赤字は、6月まで増えて年末に、近づくにつれて減少する傾向を、示す。7月の付加価値税収入が入ってくれば、赤字が改善されるだろうと、話した。政府の悩みも深まっている。関係部署によると、政府は来年度予算案の、総支出増加率を 3% 台以下にする、方向を検討しているという。当初2023から2027年国家、財政運用計画で予定していた。4.2% よりも、低い水準だ。カトリック大のヤン、純則教授は数年間赤字が、続くのは問題とし、健全財政に進むべき時と、話した。ニュースは以上。よくわからないが、韓国人は計算できないんだろうか。赤字が103兆ウォン。1から6月の国税収入は168兆6000億ウォンで、昨年より10兆ウォン減った。つまり、10兆ウォン加算しても、残り93兆ウォンの、赤字なのですが、予想よりも悪化したというような次元じゃないよな。なんせ11兆円の、マイナスだ。そもそも赤字100兆ウォン出しても、それでいいような感じになってるよな。7月に付加価値税が入ってくれば、赤字は改善されるだろう？韓国の付加価値税は残り90兆ウォンもあるんですかね。どう考えても5兆ウォンあればいいところだろうに。結局、足りない分はどうするんですかね。大体、ユン氏は緊縮財政を、目指すと宣言しながらも、結局はばらまきしかしてないという。ムン君が借金を増やしたとか、ユン政権はよく批判するが、自分らも借金増やしまくってるんだよな。税収が足りないより頭脳が、足りないんじゃないか。税収が不足するなら足りないことを、前提で予算を組むものであって、支出を拡大させるなんて、意味不明だ。しかも、その景気対策していても内需不振は何も変わらない。無能なユン政権が予算を、フルに使ってもまともな経済対策ができない証拠であるよな。別に半導体輸出が、回復したのはユン政権の、手柄でもないぞ。
半導体輸出が回復したのは生成 AI 特需や減産効果であって、韓国政府は何もしてないという。そもそも韓国政府は実質賃金すらプラスになってないよな。それで7月には好転するらしい。また楽観論ですか。懲りないよな。この無能な政府は、カトリック大のヤン、純則教授は数年間赤字が続くのは問題とし、健全財政に進むべき時と話した。内需が死んでいる時に財政厳しいからと予算を減らせば、ますます内需が壊滅的な状態になるのだが、それはいいんだろうか。韓国は健全財政なんてできないのだよ。むしろ、内需を回復させるために、予算増やして対策するしかない。でなければ内需ますますダメになって、税収不足が増加するだけという。ええ、国家予算なんて増えても大丈夫だ。経済が落ち込んでる時に、緊縮財政を、するなどすれば、結局は国民が、生活困窮で飢えるだけという。ニュースは以上。霊夢、予算不足が100兆ウォン超えとか。やばいな。やばいのはそれだけばらまいても内需が、改善しないってことよね。日本はようやく実質賃金が、プラスになったけど、韓国は最低時給上げても、実質所得はマイナス。結局、半導体しかないのよね。といったところで今回はおしまい。ご視聴ありがとうございます。次の動画も見てくださいね。チャンネル登録よろしくだぜ。それでは次回。バイバイ。